今回はドットの柄を描いていきます。アクリル絵の具を使うか、もしくはカラーのジェルネイルでお好きなものを使ってください。細かくくっきりしたラインを描きたい場合はアクリル絵の具がおすすめです。手書きのネイルアートを描く場合は何箇所か固定をして描くと描きやすいので、上に持ったままこうぶら下げた状態で描くと手がぶれていきます。ですのできちんとここのどこかを必ず机のテーブルの上か持っている部分に当てていきます。ツイストリングを使っていきます。こちらは小さいサイズですのでこのままお使いいただいても構いませんが、 C カーブが気になる方はこちらのハートの R 型を使っていきます。表面を下にしていただいて上からプッシュすると簡単にカーブが作れます。これをフレンチの境目の部分に中心に乗せていきます。そしてパーツの両サイドに SSQ のスワロフスキーを置いていきます。最後に未硬化ジェルをジェルクリーナーで拭き取って終了です。